東京電力福島第一原子力発電所では廃炉作業が進められています。その一環として溜めている水を浄化した上で海に放出されることになりました。一つ目、トリチウムは身の回りにたくさんあること。こちらがトリチウム。三重水素と呼ばれる水素の仲間です。普通の水素より中性子が2個も多いので不安定な状態です。水素と同じように水と一体なので雨水、川の水、海水、水道水にはもちろん私たちの体の中にも存在しています。2つ目、トリチウムの健康への影響は心配ないこと。トリチウムからはベータ線という放射線が出てきます。この放射線はとても弱く皮膚を通ることができません。またトリチウムは水と一体なので体内に入っても蓄積されず水と一緒に排出されます。放射線の健康への影響はあるなしではなく量が問題です。トリチウムなど放射性物質から出てくる放射線によって発がんリスクが高まるのは多くの放射線を浴びた場合です。海洋放出により人が受ける放射線の量は自然界から受ける放射線の10万分の1で全く問題ありません。また私たちの体の中の細胞の一つ一つには DNA があります。たとえ放射線が DNA の一部にあたりその DNA を傷つけてしまったとしても私たちの体には修復機能が備わっているためDNA を元に戻すことができます。3つ目、取り除けるものは徹底的に取り除き大幅に薄めてから海に流すこと。現在原発敷地内には東京ドーム1杯分の水がタンク約1000基に貯められています。その中のトリチウムの量は目薬1本分です。このトリチウムは水と一体となっているため取り除けませんが、トリチウム以外の放射性物質について世界共通の安全性確保の考えに基づき設定している規制基準を満たすまで取り除きます。その上で100倍以上に薄めて世界保健機関の飲料水基準の7分の1程度にし海に流します。海水中のトリチウム濃度は水道水と同じレベルになります。なお世界中の原子力施設では各国の規制基準を守ってトリチウムが海や大気に放出されていますが、トリチウムが原因と思われる影響は見つかっていません。放出するアルプス処理水は放射性物質の分析に専門性のある第三者機関の協力を得てしっかりと検査をし、その結果を公表していきます。